バっカな見た目で食欲をそそる韓国で大人気の新ラーメン韓国の航空会社では機内食として提供されていましたが航空大手大韓航空はカップ麺の提供を取りやめる事態にその理由というのが相次ぎ発生している乱気流ですこちらは今月4日 韓国からモンゴルに向かっていた航空機が乱気流に遭遇した直後の映像機内の通路には紙コップやスプーンなどの食器食べ物が散らばっています当時の状況について準備する間もなく飛行機が30秒以上急降下したため機内食がすべて飛び出し シートベルトをしていない乗客たちが空中に飛び出した現地メディアによると今年の上半期で韓国の航空会社が遭遇した乱気流は1万4000件を超えていてすでに去年の7割ほどの水準になっていますこうした事情から大韓航空は乱気流発生時の火傷を防ぐため今月15日から ラーメンなどカップ麺の提供を取りやめると発表ビジネスクラスやファーストクラスでは席の間隔も空いていて事故のリスクが低いことなどから提供は続けるということです。